回廊そのものが監獄ってわけね。ねえ、ところでこの霧雨いつ止むか教えてくれない？気がめいるんだけど。その雨は上層の塩山回廊から溢れ出した地下貯水湖の水だ。その水はさらに上層の凍結回廊から溶け出して満たされている。はあ、つまり当分止まないってことね。もう一つお前たちに教えておくことがある。サイレントオーダーの総本山ベマス寺院のことだ。サイレントオーダー？沈黙の行で開眼した主教が神を下ろしてあらゆる病を治してくれる、そんな触れ込みで急速に信徒を増やしている教団だ。喪失病も治せるの？まさかな。ただのザレ事だろうが、患者やその家族は藁をもつかむ思いでその言葉にすがっているのだろう。昨今僧兵を増やしているとの噂もあるが、税も滞りなく納めていて今のところ帝国には従順だ。帰民を投与してくれる分には帝国軍も好都合だから、怪しいけど放置してるってわけね。木に邪水するがいい。さて、お前たちの盗賊回廊での初任務は違法薬物の密売組織ヘリオスアッシュの捕殺だ。まずは連中のアジトを捜索しろ。了解。ティニア帝国と来たら占領地の道路整備すらまともにしてないってわけ？言ってくれるな。治安維持にガルー対策、我々も予算が足りないのだ。聞こえてしまいましたか。すみません、ソフィア様。ですから、その先ではずぶ濡れになってしまうと思います。あら素敵、泥水で水遊びできるなんて。濡れずに済む良い方法があるぞ、シルビー。え、バラテア教、それ言っちゃっていいの？うるさい、カタシ野郎。シルビーが困ってるんだぞ。なになに、教えて、バラテア教。水たまりでスローを使うのだ。さすればアメンボのごとく水面をスイスイと走ることができようぞ。本当に素敵、水面をお散歩ってわけね。ガンラガンラ、どういう理屈かは俺様にもさっぱりではあるのだがな。Thank you.
あなたの勝利よ。